どうも、体道場落成骨研究者の代表高野教授です。えー、久しぶりに、えー、ツイートをした時のお話をしたいなと思いまして、まあ、実はあのツイッターをやってるんですけれども、本当にしてなかったんですよね。でも、久しぶりにやったツイートの内容がですね、えっ、ー、と、指導者は自信を持って、これがだ大事なんだよ、大切なんだよというその自信を持たなきゃいけないのと同時に、 自分が間違ってるかもしれないという謙虚さみたいなものも同時に共に持ってないと良くないよねみたいな感じでツイートしました。このシーンをですね、ちょっと話をしておきたいなと思って今この話をしています。あの、僕はもう運動指導者としている中でですね、本当にこういうの大事なんだなって思ったんですよね。あの、やっぱ選手側からして指導される側として まあ、ただ単にこう、じゃあ、はい、これやって、これやって、とかよりかは、自信を持って、今これが大事なんで、これをやりましょう。で、これのためにこれをやりましょう。って言ってくれた方が、すごくテーマがしっかりして、わかりやすくていいですよね。で、それをですね、えー、自信たっぷりにですね、これかな、こうかな、じゃなくて、えー、これが絶対君には足りてない。で、これが今、みんなのつあ特徴だから、これを強くしていくんな、とか、 きっちりと言ってくれた方が、ありがたい、わかりやすい、方向性がしっかりするっていうのが出てくるので、ええー、いいのかなと思ってます。ただ、それをですね、盲信してしまうと、ええー、その指導者が今その考えついた、あまあ、大事なトレーニングであありはありなんだけれども、でも、それが本当にいいものかどうかわからない、やってみなきゃわからない。で、 やった上で、えー、ちょっと不具合があったりとかするとですね、そういう申し出し、これが絶対大事だっていう練習なのに、トレーニングなのに、うまくいかないっていうのを、うん、自分は間違ってないと思ってる人は、その責任をですね、選手に、えー、まあ、通ってしまうというか、責任を、あのー、まあ、この辺で言うと、預けてしまうというか、そのせいにしてしまうので、 それは良くない。例えばやる気がないからできてないんだ。これをやってるというのはなんでわからないんだとか、そういう話になってくるとかなりずれてくるのかなと思うんですよね。で、あの、でもこういうふうに思ってるんだよって時に、その選手側からは、いやでもこうじゃんっていう話来た時に、いやでも俺はこう言ってるじゃんだけだと、多分もうすれ違っちゃって全然あのいい方向に行かないと思うんですよね。だから、あの、 自分が間違ってるかもしれないっていうスタンスでいないと、その選手からの生の声を聞いて、その練習を、あの、ちょっと変えてみるのか、アレンジしてみるのか、それでも、そうは言うけど、それはただ伝わってないだけだから、ちゃんと伝えてもう一回同じことをさせるのかとか、は、その、気持ちの持ちようでは全然違ってくるはずだと思うんですよね。だから、自分が間違ってるかもしれないというスタンスを持ちつつ、持ちつつ、 これは絶対、この様子は、このチーム、この選手に必要なんだっていうことを、自信持って言えることが大事だというふうにですね、いう感じですね。自信持ってるのに、えー、間違ってるかもしれないっていうのは、ちょっとまあ矛盾してるようでいて、でも、そういう気持ちを持ってないと、その PDCA サイクルですね、ちゃんと検証を重ねて、いいものにしていくっていうことが、多分できなくなっちゃうので、えー、大事だよなというふうに思ったんです。皆さんどう思うでしょうかやっぱり、 その、指導者がしっかり頑張って、このチーム、選手に、いいものがこれだと思って考えてくれることで実際やってくれること、やってみた選手の感覚だとかも、やっぱお互い大事だと思うんですよね。お互い大事だから、そこちゃんと話をして、いいものにしていくってことを、あの、お互いがやらないと。選手もやらないといけないし、指導者がどういうふうに意図を持って、 こういうトレーニングをするかということをやっぱ組み取りに行かなきゃいけないし、選手もちゃんとあ指導者も伝えなきゃいけないし、で、やった上での問題点いうのは解決していけばよりいいものになるじゃないですか、そういうことをしっかりやっていかなきゃいけない、指導者も謙虚にやらなきゃいけない、選手も謙虚にやら,やらなきゃいけない、お互いがお互いをいいものにしていくっていう努力を持たなきゃいけない。指導者はさらに そこをリーダーシップ取っていかなきゃいけない立場なのでその中で、えー、自信を持って提示するんだけどでも間違ってるかもしれないんだよっていうそのう前提ですねを持ってないといいもので持っていかないんじゃないかなっていうふうに思ったんですだから指導者って超難しいんですよだからあー僕もそこに向かって頑張っていきたいなと思ってますはいで子どもたちのね、えー、未来が楽しいものになるように、えー、作っていきたいなと 自分でも向上していきたいなってすごく思いました。というお話だったんです。はい。はい。というわけで以上です。あの、何の話だって感じですけれども、そういうふうに思ったので話してみました。えー、質問やご意見などありましたらコメント欄に残してください。チャンネル登録もいいね、いい,やい,いねも引き続きよろしくお願いします。それではまた。